私ヒールの靴はパーティー用しかないかも。あの日常で靴を履くときはもうほとんどヒールなしの靴ですね。子供が生まれる前からそうでした。なんかやっぱりね、歩きやすくないと履かなくなっちゃう。前は好きでヒールの靴も持ってたんですけど、全然出番がなくてもうしまっちゃっていたから、もう売って手放しました。あれ今はほとんどペタンコ靴で、まさに走れる靴。子供が小さくて追いかけ回さないといけないから、公園とかあとお迎えで自転車に乗るとか、そういう時に本当にちゃんとこう足の動きにきちんとついてきてくれる靴じゃないと、もうパートナーとは呼べません。今年欲しいなって狙っているのがこのフラットシューズなんだけれども、こうちょっと甲が深めのフラットシューズで、スポッとワンアクションで履けるのが欲しいなと思ってます。私たち世代だと服でポイントを作るんじゃなくて、靴やカバンの小物でポイントを作る方がいろんな服に合わせやすくて着回しも効くから、本当にきれいめの色を選んだりペタンコを選んだりっていうのはまさにドンピシャリのテーマだと思います。街があって立体になってるから、例えばこう形を崩したくないこう下着とか、あとなんか子どものおむつとかもこうやって入れられるし、あとこう化粧品とかも入れられますよね。いろいろ使える。海とかプールとかちょっとリゾートっぽいところもいいなと思うんですけど、 T シャツとかをくるくるっと丸めてこうパッと見た目に一目瞭然みたいに入れると、自分の部屋をそのまま移動したみたいになって、あれどこ行ったかしらってならなくて、すごく気持ちよく使えますよね。今年もね、ちょっといろいろ思い出作りで旅行を計画してるので、その時はあれリサラーソンのあれをぜひ持っていきたいと思います。サワさんが日常なんか大きな話をしてくれたというよりも、日常のこんなことに幸せを感じているとか、あと娘のこういう仕草に私は喜びを感じているとか、あと旦那様との関係の嬉しい話とか、本当に私たちの身に置き換えてもありえるような等身大の話をたくさんしてくれて、なので読んでてもいじんでんじゃないんですよ。本当に素直な気持ちでスースースーと身に入ってくれるような素敵な言葉をたくさんいただいたので、どうせ私とサーホンマレなんか全然別の次元だしじゃないから、素直に読めると思うので、皆さんもぜひこの対談を読んで、私みたいに子育てイライラしてクソって思ってる人ほど読んでほしいです。なんだいいんだいいんだっていいんだよって言ってくれてるみたいな感じします。ありがとうございました。ありがとうございました。